宝石のフレンズへようこそ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日からはですね、宝石の国という番組を見ようと思ってます。俺は宝石の国っていう番組に対して知っていることは唯一国があって宝石でできていること。 OK、 全く無知ということで入りましょう。完全初見です。先入観ゼロ。あ、やっぱり宝石ですね。と、虫と、綺麗なお姉さんですね。絵が非常に綺麗。崖の描き方が最高ですね。仕事？漁師やってるのかな？魚釣ってるとか。だって海近かったでしょ？え、CG？違うな。すごい。絵の描き方が、すごい新しい感じがするよね。綺麗。すごい綺麗。動きが滑らか。もしかして戦争に連れてってくれるのかも。楽しそう。このアニメ。その人生は仕事ちゃうし、大丈夫よ。仕事やらなくたって。お、ファイティングアニメなのこれ。何と戦うの？それが仕事？ファイト。みんな足長っ。でっかい金。いや、金自体はでかくなかったな。第一印象ね。今日は面接か。みんな同じ服？お、先生じゃぞ。かっこいい。これ絶対カンフーマスターだよ。来たいぞ。ファイトシーン。おめでとうございます。ボスフォライト、それも確か宝石の、宝石ミネラルですよね。来たぞ、ハートレスが。違うな。女性、笛を持った女性。ちょっと観音仏みたいな感じだよね、これは。すげえな、なんか中国の固定場みたいな。あ、先生、そういえば先ほどモルガとゴーシェが月人の予兆の黒点を見たそうですが。月人、月人だから、かぐや姫か。かぐや姫ピープルか。そっち系？わあ、かっこいい。アクションのアニメなんだね、これは。かっこいい。刀を使うんだね。刀の上？え、切ったらなんかレンコンに見えるけど、意図的だよね、レンコン。ヘリオドール。危ないぞ、危ないぞ。その黄色いやつはきついぞ。私たちを装飾品にするため、月より無数を訪れる狩人に対して。そういうこと？こちらは28名、技術ある者2人1組で見張る者。なるほどね。
こいつらみんな、得意な役割を担い補い合っているが、みんな宝石でできてんだ。前に背負わせるものは難しく、考えあぐねていたのだ。不意な体質に加え、堅牢無比の不器用の不器用、何をやらせてもふさわしい役割を見つけることはできなかった。金剛先生、ちょっとひどいな。戦うとかは、戦うだと。だってそれだけは一度も試してないですし。それだけは諦めなさい。え、やられたの、あの二人。わあ、やべ、敬老の精神か。下がれ。まだ早いわ、バカ者を、バカ者を。やられた。しまった。 Oh no! フォースフライト殺された。お前がひときわもろく、その上高度は三半。まず誰とすれても壊れちまい、さらに築人好みの破壊を、その三重苦をして。危ねえな。大軍だろうと一撃必殺、私より強くならねばな。無理です。あ、そこに入ったら治るんか。博物誌を編んでもらう。博物誌超つまんなそう。何を言う。博物誌の編纂とは、現在を保存し未来の不意に備える。ほうほうほう。創造的で知的な仕事だ。観察は戦闘の肝。戦い営業ですね。その仕事で観察がもう養いなさい。丸め込もうとしてますね。ね、先生に口答えできるのはお前くらいだ。ただ言うだけのくせに度胸だけは余ってるな。余計だわ。怒とる、怒とる。あ、そう。なんで？手伝おうか。いや、お前前に右足と左足逆につけたからいい。マジかよ。覚えてたか。博物誌はどうした？博物誌なんて絶対役に立たないし、めんどくさい。お前と同じだな。うるさいわね。ねえ、レチル。面白いね、本当にこの国。こんなになっちゃったけど、全部集めれば元に戻るよね。もちろんです。私たちには微小生物がインクルージョンとして閉じ込められています。微小生物がインクルージョン。だけ散っても、ある程度集まりさえすれば傷口をつなぎ生き返らせるのです。他の生物にはない素晴らしい特性です。この性質のために私たちは何事も諦められないのですけれど。そっか、はい、よろしいですよ。みんなじゃあ日々やばいってことよね。そうやってなんかパウダーをつけてさ。ブレナ、次回触れたら割れんな。そっちだぞ、サハン。あれ慣れてサハン。断る、断られない。僕が硬さがサハンだから名前がサハン。やるか？やっちゃおうか？人のものを取るほど軟弱じゃない。へえ。壊れた。いい薬だ。閉じたばかりなのに。殺された。よかった。本当に取るとは思わなかったよ。おい、当たれと思ったろう。当たると思った、うん、俺も分かったよ。仕方ないな。超可愛いな、このアニメめっちゃ好きやわ。僕の味方は本ですか。お前だけだよ。フォスフォライト、硬さ本当に 3.5 なんだ。面白いね。博物誌とは何だ。これは全て白かよ。なんとなく全力で嫌がってたんだろ。呆れるな。巨大構想を練ってるの。博物誌とは自然の。みんな本当の宝石なんだね。リアルライフの宝石。絶対面白い考察できるだろうな。金剛ってなんだろう。もう一考
立つものはもうよく知ってるから、知らないもの？まだまだ、もっと怖い。僕らあんまり詳しくないんだ。ごめんね。見張り組は空ばかり見てるから。うん。C 社ならわかるかも。C 社？新車か。聞けるわけないでしょ。近寄れもしないよ。近寄れもしない。でも彼詳しいんじゃないかな。話したらや。頑張って大発見しろよ。みんなこの同じ服とか結構面白いよね。学者先生に今惹かれた。アホだ。新車かないな。新車に聞くくらいなら。すごいねこの体。足投げ。みんな超モデルみたい。と言って一人じゃ全くわからんしな。でも大発見はしたい。よし。大発見はしたい。先生は他の意も柔軟に取り入れるぞ。学者先生。新しいもの？使ってるものしか知らないよ。それよりこの椅子直しちゃいたいから、そっち押さえててくんない？お。ああ、まずいいとこにモデルしてって。聞いたぞ、博物誌って。今年は朝が少ないんだから髪無駄にするなよ。ノリやおしろいの原料ならわかりますが、誰も使ってないものですか。ああ。夜の見回りの新車なら詳しいかもしれない。やっぱり新車じゃないと。だから本当はルチルの方が詳しいんじゃないの。忙しいから嘘ついてない。やぶ。そのやぶかよ。緊急オペで閉じましょう。出た奇跡の手。でか新車が。奇跡の手ってなんだ。知ってるけどさ、どうせ夜だろ。見えてんの。僕ら夜は全然ダメじゃん。確かに光を栄養とする私たちにとって夜は活動が鈍り。そうなんだ。新車だけは。新車は違うんだ。彼からあこの赤い子。銀色の毒液で夜のかすかな光を集め。一晩中歩き警戒ができます。すげえな。結構やばそう。夜に月人が訪れたことは一度もありません。じゃあ夜の見回りなんてしなくてよくない。万に一つそれが彼の仕事です。彼ならお気をつけなさい。女性あでも昔の別に女性でも彼って言ってたらしいんだよね。光が通らなくなり削り捨てるしかありません。彼女っていう言葉は最近できたって聞いた。失われてしまうのです。君、そんな無駄な仕事やめて、僕の偉大な発見を手伝いたまえ。誰と喋ってんだよ。させていただけるんですか。うむ。と、どうにかあの新社を手なずけて部下にする。部下にするんかよ。博物誌の仕事を終わらせ。新社絶対やばいやつやから。みんなに称賛され、きっと戦闘センスもすごいとなる。これをこれだわ。ベリト君、君、新車と部屋隣だったね。案内したまえ。なんなのそれ。めちゃめちゃ鼻だけ高いな。なんじゃこりゃ。あいつ毒液制御できないことあるだろう。自分でも嫌になったのか。毒液制御。しばらく戻ってないぜ。ベニト、なんかデリカシーないこと言ったんじゃない？僕の部下に。言うかよ。僕の部下に。てか部下ってなんだ。あいつの毒は呼吸と同じだし、みんなに迷惑かけないようにしてるのも分かってる。でも正直に言うと、隣にいるだけで落ち着かないよ。かわいそう。いるだけで迷惑。一緒やんな。役立たずの僕の上を行くとはやるじゃない。やるじゃない部下。期待も心配もされず、褒められもしない仕事なんて意味わかんない。やめちゃえばいいんだ。超やる気ない忍者ナンバーワンだねこれは。やる気ない宝石ナンバーワン。いない。いないね。まったく。昼間は寝てるからじゃない？困ってますよ。学者先生ね。新社。What？ 蝶々死んでる。何か意味ある？ソラ、危ねえ。助けられた新車に。ああ壊れそう。ちょっと我々に来る
ザーハン必ず舐められちゃうっていうやつ。うわ、毒がめっちゃできてる。だけど口からも出るんだ。 Oh no! 新車、え、毒のフレンズがいっぱいできてる。すげえ、かっこいい。へえ、すごいね。おお、もうそれ毒じゃなくてさ、ゴールドだよね。自分からゴールドの中に入ってる。お、あ、腕やられた。三ハだもんな。サンハーでした。でも毒、でも死んでないよな。余計なこと。え、後ろにいる。でもよかったね、新車落ちなくて。ああ、毒でやられた。ああ、28人の中で最低のコードにだ。嘘、2かよ。はい、汚れた箇所はすべて削りました。私のことがわかりますか。やぶやぶですね。メイかわいい。なんて素敵なアニメなんだよこれは。聡明。あの一帯の大気はよどみ、水や草花や生物はしばらく使いません。フォス、かわいそう。本当はね、非常な才気と戦闘力を持ちながら、才気と戦闘力をダメにしてしまう彼を、私たちは持て余し、夜に閉じ込めているのです。あの王様みたいだよね。スプレてしまうものすべてゴールドになる。自分の存在に疑問を抱かないためのよく聞く麻酔です。解決を先延ばしにしてる間に死ぬこともできない。しないんだ。知らないんだ。見つかるまで耐えるしかありません。それともあなたが彼のダイヤモンドとかないの。大発見したいのでしょ。ダイヤモンドだったらなんか王様みたいな存在やんな。先生やルチルが考えてもそれしかないんでしょ。ところで新社は昼をどこで過ごしてました。あの北のガキにいたら突然出てきたよ。この岬ですか。そうそう、すごいタイミングで。すごいタイミングだったね。ヘリオドールも連れ去られた最も危険な場所です。へー、ずっといるとは考えられませんか。あら、ホス。あら、ホス、どなたですか。あなたは。ダイヤ。あ、ダイヤ来たぞ。この人は一番すごいやつやろ、ダイヤってなると。やっぱりだって必ず壊れへんもん。わからん。わからん。とりあえず書いとくか。わからないから書く。オッケー、ナイスアイディア。あ、来たぞ。ここで死ぬつもり？俺はここでさらわれ
マジかよ。好きでなら俺に価値をつけてくれるかもしれない。ずっと待っているが来ない。だが昨日お前が現れた途端ああだ。誰も新車欲しくないってことか。敵にすら愛されて。ボス干されてもんな。新車は干されてない。南の浜で2種、宋の浜で3種、魔の原で1種、白の丘で1種。大発見かどうか知らんが、名前もない役に立たない植物を見たこと。役に立たない。今朝ルチルが治療に来た。お礼の用はこれで済んだろ。もう邪魔するなよ。欲しいんだ。部下でしょ。新社部下。じゃあ夜の見回りよりずっと楽しくて君にしかできない仕事を僕が必ず見つけてみせるから。だから月に行くなんて言うなよなあ。帰ったか。おい大丈夫。この子かわいいよね。この赤いキュービーみたいな目してるやつ。君にしかできないとか騒がしくて寝てられんと思ったら忘れていったのか。どこまでのお天気なんだ。バーカ知るかはできないよ。もう女子だろ。アシスタントだろ。新車の手。夜から出たい。無理だ。信じてない。目からも出るんか毒。くそ、こんなもの。でも絶対あいつがいなくなるのはやだ。眠りの手？閉じ込められて？いた？熱か？次？ワニ？ただよ？その色？行き先を忘れて？君と？明日？明日の次、かよ？受け止めるは、器。かけら探している。夕立ちが。俺ね、結構日本語を聞き取るのが下手。結構集中しないといけないんだけど。いやー、面白いね。このアニメすごい斬新っていうか新しい。なんか俺斬新いつも使い方間違ってんちゃうかなと思ってる。俺はなんか新しくて素敵みたいな言い方のつもりで言ってるけど、でも漢字からするとなんかよくわかんない。でもまあそういう意味ね。すごいなんか新しくて素敵だなこのアニメと思いました。あ、予告、あー見たくない。あー予告はできるだけね、予告を見ない人なんですよ。次回ダイヤモンド、それぐらいはいいよ。コンセプトアート、もうかわいいね。ではでは皆様、これはできれば毎日一本アップし続けたいと思ってます。ではでは、面白そうであればどうか登録をお願いします。ではでは皆様、ご視聴ありがとうございました。次までおおきによろしくお願いします。パパオ。